番組始まんねん。殺しますんで。それで体勢きついです。もうギターは映らんでいる感じですか。プラットフォーム系の全部処分しようか。あのギルドとね、1、2、3、4、うん、はい、ありがとうございます。じゃあちょっとギター変えますね。なんかすごい巻いてきましたね。これはハイパーみたいなやつで買ってる。そう、はい、じゃあ僕これ買います。ハイパーギター人気なんだからギターを買わないわけにいかぬ。ドグロね、ドグロギター、スチールギター。これもハイパーギターってなったやつ。これも最初に買った。緩めてる。ああ、出してない、うん、ちょっとある人のところにずっと預けてたやつやろ。やいり、やいり、うん、アコギな、はい、ええ音すんのよ。あ、うん、ギルド、うん、これ名前かっこいいの。ギルドってね、コブラの敵もギルドですよね。ね。ありがとうございます。ありがとうございます。肉体労働者はやっぱ重点をやりたいから。フェンダーのジャズベってやつやな。この色がいいなと思って。だいたい漫画とかで死体の顔色こんな色ですね。死体の顔の色やなと思って。ありがとうございます。で、衣装チェーン。はい。はい。ちょっと疲れてきたな。そうですね。この靴のな、脱げないけどな。やっぱこう、でも若い頃もっと早く脱げてんけどな。やっぱコンパが多かったからさ。はい。こう、席にバーで、席取らなあかんから、靴のパパー脱げてみた。それでバーバーでこう、紐やっぱ、早う脱いでたわ、もっと。あと指の摩擦が今怖い。昔はそんなの毛でもなかったけど。どんなやつかこれ。もうね。クッキーさん、あります。はい、ありがとうございます。音楽番組です。音楽番組です。え、そうなの。そうなの。おかけください。はい、はい、すみません。わかりました。ちょっとだけあのこちらを向いていただきます。ありがとうございます。誰か一人だけのこと見てる。あ、いいですね。このギターはこれあるやん、あの小川さんの番組で、ああ、買ったやつ、買わされたやつや。あ、これヴィンテージなんですか。そう、ヴィンテージ王国ってね、あのやってもってて、はあはあ、それの番組で、あの
毎回買え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 何か買え何か買えバイクも買ってもらうバイクそうバイクもバイクも買ってあの番組で三八当たったんですそうやあとストレイキャッツのスカジャンとかねついに100万になっちゃう一回ご紹介してもらいましょう、クキさん今こっち見えますか ありがとうございますはい、すいません、ありがとうございます。表情ないからすごい巻いてどう撮っても一緒やから顔が全部これにしなかった変な番組になります変な番組だなこのギターはこれレスポールのクラシックってやつ、トラメが綺麗に入ってるでしょでもそのヴィンテージとかじゃない現行のやつね、これ奥さんに誕生日の時にもう買うもん決まってるから金だけ払えって言ってこれ買ってもらったそうお金だけ振り込みで行ってもらってな、ね、嫁やで大きりな大きりな言うて本当ですもん、そうこんなにギター持ってるのにそうもう嫁はん知らんからな嫁はんは5本ぐらい持てんちゃういいじゃないの。ありがとうございます。これ超珍しいです。あ、これですか。あ、でもそんな全然高くなかったですよ。ハブストーム。北欧の。あ、それは北欧よね。この辺は全然聞いてないんですか。でも見てよ、ほこりかぶってないでしょ。はい。ケースに入りっぱなしってことやけど。そういうことや。はい、これ YouTube で一回出したよ、生活の B ベンダー、これはここの 1,2 弦を引いてここを揺らしたら 1,2 弦だけがこのアームでやったみたいなこうグーンと曲がるよ、音が、だから自然とこういう音になるって言いますね。ありがとうございます。あとはもうスーツで、はい、最後ミッシェルガンエレファントみたいでしょだいぶ前に作ったバンド一緒やねんなこのスーツ、入るかな。黒の細いやつ。そう、黒の細いやつ、俗に言うモッツスーツってやつ。はいはいはい、そう髪生えとんちゃうんかこれ。入んないじゃないですか昔のやつ。いやいや結構デカめで作ってもうてん。あ、ウエストはいけるわ。あ、いける、あ、いける。あ、よかった。これやろ、こんなスターウォーズじゃないですか。何がスターウォーズだ。スターウォーズのどれ言うてんねんお前のキムクジャラ言うてんじゃんチューバッカお前チューバッカ言うてんじゃんな絶対そうです。なんか、ここやろ。なんかいますよね、こういう人いるもそのおるがねいますよね、実在してるね実在してるね、俺すごい。よいしょ。いいですね、いいですね、いいですね。あ、OK です。じゃあ、そしたら次のギターお願いします。あ、OK です。あ、すげえ、何ですか、急に巻き出してデートの予約入れてましたこれもらったギターですね。これ最初さんにもらったギター、カタカナクッキーな。クッキーな。全体買って。そうそう、全体買って。はい、あ、めちゃめちゃかっこいい。キャデラックグリーンとかな。すごい。いいですね。いいですね。はい。はい、どうもありがとうございます。早いですね。いいな。慣れてきたんですよ。慣れてきましたね。やっと。これも紹介してもらってますか。いただきます。わからん。せせらぎずのメインに弾いてるやつ。かっこいい、はい。もうただただかっこいいギター。ちょっと私のルックスには合ってないんだけどね。もっとかっこいい人が弾くギターとか。シャープな細身のね。
俺やっぱぶってえから分かってんだよ自分でもぶってえって、うん、はい、ありがとうございますラストですか次ラストですねおお、うん、出た出たあ出た出たあ思ってるより軽いってこれ最近買われましたシルバージェットかっこいいいいでしょはい、うん、一番新しい友達うわーい、うん、パッとね内緒でこっそりすごい最近の話です小賀さん伝いに買ったもうほんまやったらもうあの銀なんやシルバージェットっていうぐらいはいちょっともうヤニとかな焼けてもうちょっと黄色見えるやろ、はいはいうん、若干スケベースみたいになって、うん、これ見てるだけでもお前ピコパキパキなので姉ちゃんこっちをお願いしますはいはいありがとうございます全体写真50秒はい全体写真憧れすごい渋いなニューヨークシティ今も憧れ住んでみたいなニューヨークシティ君も憧れ雑誌で見てたニューヨークシティいつも憧れ車自転車家の形どれを通ってもかっこいいかっこいい街さニューヨークかっこいい街さニューヨークかっこいい街さニューヨークかっこいい街さご苦労さん。この番組は一つ分かる。そうなるか、うん、俺さ、なんかあの喫煙所でな、あのフジテレビのでタバコ吸ってたら、なんか女の人に声かけられて、クッキーさんつってあのいつも見てますよつって、はい、ありがとうございます言うて、でそこからちょっと喋ってたら、クッキーさんあの7月ちょっとご準備くださいって言われて、えってなって、あの実は私占い師で、関ジャニさんの番組呼ばれた占い師やけど、クッキーさんはその今年の7月があの10年に一度の爆運が訪れる年ですって言われて、これやろ爆運やこれですね、楽しみやね、これがあの人気出て、なのであのギブソン社からお話来て、ほんでオリジナルギター作って、それがなぜか大量に売れて、ほんでもう億単位の金が入って、ご苦労さんや、うん、億の金入ってもやめる、すぐやめるから、綺麗にスンってやめたら全部、うん、全仕事、あともずっとモンハン、うん、ちょっとどんだけモンハンに、もうブン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 歌うし終わりよ、終わり、うん、わざわざありがとうな、いえ、こちらこそありがとうございます、うん、切れよ、はよ、いつまでちんたら垂れ流しとんな、ほんだら切れって、はよ。宇宙